高長山本門寺は、香川県三豊市美濃町片下瀬にある、日蓮召州の元山各寺院である。北家集計各派では、本門寺という寺林名が多数あり、それぞれ区別するために頭に所在地のさぬきをつけた、さぬき本門寺とも呼ばれている。また、地元の人からは、大坊さんと呼ばれている。海の大石自身と、秋山康市中が、四国へ所領外を命じられたとき、 日蓮の弟子日光に共同誌の派遣を要請。日光は秋山家出身の弱美房日課をさぬきへ派遣した。また、大石寺66代住職の日達が当時の37代、大石寺67代の日賢が38代を兼務した。現41代住職は、江上院、日系本門寺が所有する、剣本着職、日蓮聖人像蚊の常の部室と、 本文寺中世文書が2012年3月に、香川県有形文化財に指定されることになった。憲本着色、日蓮聖人像、蚊のつねの部室は、日蓮聖人画像、夢の見かの写しで、当時の仮の葉で、中心画家の一人だったつねの部が17世紀、中頃に制作し、後に、秋山康市中の子孫が、夢の見かと共に、本文寺に寄進したとされる。 本文字中世文書の方は、14世紀中頃から16世紀の寺運営取り決めや事業上都の記録文書20点で、地方寺院から有力な法華修寺院に発展する過程を文書で明らかにしている。本文字は13世紀末に貝からさぬきへ移った貝、源氏の一族である秋山康忠中が創建したと伝えられるが、この文書は、 猛虎襲来に備えて西国に下った秋山氏についても触れており、歴史学上も価値が高い。中野坊の墓地には、本門寺回帰、非戦の聖母がある。年中行事月例行事。ありがとうございます。